心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。皆様ご機嫌いかがですか。高知桃子です。私がこの番組を初めて朗読しましたのは32年前のことでした。今日は1万回目の放送をお送りいたします。この32年間この番組は私の人生に大きな意味がありました。私は仕事でよくあちらこちらと飛び回っていますが、地方でタクシーなどに乗ると私の顔も見ないで声だけで、あなたは高知桃子さんですね、いつも聞いていますと言われることはしょっちゅうです。ハワイでも一度そのようなことがありました。大変嬉しいことです。受験生は朝が早いせいかファンが多く、学生時代によく聞いてました。そのうちに芝居を見に行きたいと言ってくる人もあります。また麻雀で朝帰りの人がたまたま私の朗読を聞いて大いに反省したという人もおられました。私も原稿を朗読しながら感動して泣いてしまうこともあります。朗読することによって自分の生活を見つめ直す何よりも大切なきっかけ、心の糧としております。番組の始めに、心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かないという聖パウロの言葉を、私たち一人一人がいつも心に置いて生活していくといいなということです。こういうメカニックな世の中になってくると、人と人との関係において人間的というかヒューマニズムというものがだんだんなくなってくるので、愛ということはすごく必要なことだと思います。この番組は私の心の支えでありライフワークと考えています。この番組が続く限り、声が出る限り、この朗読を続けていきたいと思います。これからも皆様のご支援よろしくお願いいたします。ではまた。この番組の精神を織り込んだ心の灯火という機関誌を毎月発行しております。購読ご希望の方には無料で一部と詳しい説明書をお送りいたします。はがきに郵便番号、おところ、お名前、お聞きの放送局名、それに機関誌希望とお書きになって、郵便番号604、京都市中京区河原町3条心の灯火運動本部宛てお申し込みください。心の灯火はカトリック教会がお送りしております。